立ち上がり、完全4試合ここも積極的戦後横でどんな顔してるか見えてます？ワンツーっていうのはすごい大きいんじゃないですか？いやー嬉しいですね、うん、こういうメンバーですし、本当 G1 変わらないメンバーの中で、うん、ね、ある程度相手も相手だから、その番手から出ないといけないとかそういうことも考えますけど、そうですね、気の抜けてないんでもうバックから行っちゃおうかなって考えてたんですけど全然そんないける感じじゃなかったです。それこそもう本当に仕事をしてしまえばゴール勝負になるぞっていう。そうですね、もう真っ直ぐ突っ張った時点で、うん、松浦の、まあ、仕掛け見えてたんですけど、まあ、そこまででもすごいいいって形じゃなかったんで、うん、まあ、一振りしてあとは、まあ、3コーナーまで持っていければゴール前持つなっていう感じはあった。まあ、今年ね、G1 が3つ残ってるのかな、難関で全部いけますじゃあ、2ついいですか1つあげると1つ、ね、いや、でももう本当に、はい、うん、まあ、僕もグミさん後ろいたからもうそれ信じて思い切って逃げれましたし、うん、その逃げをもう本当に今言ったようにバックから出ていこうかなっていう気持ちもある中で最後まで信じてくれたからワンツーしっかり決まったと思うので、もう本当にそのお互いの気持ちがというか嬉しいです。よし、次じゃあ G1 西武ウルフさんはまず楽しみに待ちますんで、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。